セドロルーリーはアメリカ合衆国ワシントン州スカジット郡の都市である。2000年国勢調査によると人口は8658人である。ワシントン州財務管理局による2008年の統計によると人口は推定130人である。北48度30分18秒、整形122度14分6秒に位置している。 アメリカが州国統計局によると、総面積8.8平方キロメートルである。このうち8.8平方キロメートルが陸地であり、0.29%が水地である。首都 DC ・ワシントンからは西北西に3731キロメートル、ワシントン州都のオリンピアからは、 北北東に1 7 0トル群長所在地のマウントバーロンからは北東に1 1 7トルの距離にある。また、州の中心地であるシアトルとカナダの大都市バンクーバーから、それぞれ約1 0 0トルの位置関係にあり、ほぼ中間に位置している。2000年の国勢調査では、人口8658人、3205世帯、 2176家族が暮らしている。人口密度は983.2平方キロメートルである。378.6平方キロメートルの平均的な密度に3334件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は白人91.97%、アフリカンアメリカン0.25%、ネイティブアメリカン1.59%、 アジア0.81%、太平洋諸島系0.13%、その他の人種3.25%、根結2.00%である。この人口の7.23%はヒスパニック、またはラテン系である。全世帯のうち18歳未満の子供と同居している世帯が37.5%、夫婦のみの世帯が49.8%、 未婚女性の世帯が13.5%であり、32.1%は家族を持たない。個人名義の世帯主が25.9%、そのうち65歳以上が12.6%である。世帯ごとの平均人数は2.62人、家族ごとの平均人数は3.14人である。18歳未満の未成年が28.8%、18歳。 以上24歳以下が9.2%、25歳以上44歳以下が29.3%、45歳以上64歳以下が18.4%、65歳以上が14.3%、平均年齢は33歳である。女性100人に対して男性は90.3人である。18歳以上の女性100人に対して男性は84.8人である。 この都市の世帯ごとの平均的な収入は 37,914US ドルであり、家族ごとの平均的な収入は 49,918US ドルである。男性は 35,215US ドルに対して、女性は 26,062US ドルの平均的な収入がある。この都市の一人当たりの収入は 16,517US ドルである。 人口の10.7%及び家族の11.3%の収入は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の12.9%及び65歳以上の16.1%は貧困線以下の生活を送っている。セドロとウーリーという2つの町が合併したことで1898年に成立した。2つの町は ライバル関係にあったが、経済的な困難に陥ったことから、互いの利益のために合併の道を選んだ。セドロは、スペイン語でヒマラヤスギを表すセドラ、ママ、を、町の名前にしようとしたが、いつの間にかなまって、シードロウになってしまったことでこの名前になった。ウーリーは、ウーリーの町の創設者であるフィリップ、A ・エウーリーに、由来する。ありがとうございます。